おしゃれはしたいが、金は湯水のようにあるわけじゃない。しかし、おしゃれをすれば気分は上がる。ならばとりあえず試着しに行ってみよう。買うか買わないかは二の次でいい。試してみなきゃ何も始まらない。昭和が残る銀座の裏道で心を整える。それが孤独な俺の孤独の試着。俺が愛してやまないニット、それはジョンスメドレー。銀座のみゆき通りに佇む銀座店へ。ジョンスメドレー銀座店は今年25周年を迎えた。この店の前身は昭和23年に創業したルノアール洋品店だ。あの池波正太郎のほかに昭和の文化人が足を運んだという。2階へ上がってきた。相変わらず美しいニットだ。目を合わすと一目惚れしそうなので油断は禁物だ。何？ヴィンテージの時計も扱っているのか。戦いの前から俺の好みを知っているなんて。お？この手触り、これは俺が好きな24ゲージのメリノウールに違いない。そちらがですね、はい、銀座店が25周年で今年、それでこの25ってあるんですね、はい、そうなんですよ。でその記念としてこの店舗だけでのレーベルなんですよ。これって24ゲージ、そうです、よくご存知で24ゲージですね。いや、なんかこう触ってても自分が反応してるっていうか、はい、僕大好きなんで、あ、この限定なんですね。そうですね、この24ゲージの、まあ、シリーズを、はい、まあ、この限定のレーベルをつけさせてもらって販売しているという形です。25年なんだ、はい、25年より前にお店ありました。はい、そうなんですよ。元は、はい、ルノアール洋品店というこちら、はい、まあ、品揃えの当時銀座の、まあ、お店だったんですね、はいはい、そこを、まあ、引き継がしていただいて、まあ、やってるという形なんですね。25年前に、その前の、洋品店だった時は、はい、ジョンスメドレーを卸してた形ですね。多分初めて買ったジョンスメドレーって多分ここのそのお店だったような、それはすごいですね、気がします。多分27年、8年、昔のロゴのタイプなんですけど、はい、なんかすごく懐かしいなとか思いながらも、ちょうどその頃は特にメンズはこの今触っていただいている24ゲージの方がポピュラーだったんですよね、はい、そうですよね、はい、なんかすごくクラシックな感じで。そうですね、こちらも今期の別注の形 で、すごい今おっしゃったようなクラシックの雰囲気を演出してます、ね、ここら全部、まあ、ポロがあったりとかロックネックがあったりとか、はい、なんかこれくらいもちょっと気になるんですよね。これカーディガンみたいな、はい、こちらがまあ、ちょっとこうジャケットっぽい着方もできる、ボタンのないカーディガン。なんか新鮮ですねこれ、はい、気軽に着れそうだし。これも24ゲージ、全部24ゲージ、はい、そうですね、24ゲージになります。これいいな。シャツの上に羽織るときは24ゲージの方がスムーズに着れると思います。ゲージが例えば30とかだとちょっと白シャツが透けちゃったりとか、ね、そうですね。あとオックスフォードとかになるとよりやっぱり24ゲージの方がよろしいかな。ちょっとこのネイビーのサイズは M?、はい、M サイズぐらい で、ね、はい、よろしいかなと。ちょっとこれ着てみてもいいですか。はい、承知しました、はい、じゃあ今ちょっとサイズの方、はい、ちょうどこちらがネイビーの M サイズになります。 ありがとうございます。こちらフィッティングですか。はい、こちらの方になります。俺とカーディガンだけの孤独な戦い。二人きりの密室で魂をぶつけ合うとき、世界中の誰も邪魔させない。
悪くない。逆にいいね。銀座店25周年の歴史を感じさせながらもボタンなしのカーディガンは今の気分もある。これは運命の出会いなのか。いや、落ち着け。落ち着くんだ。こんな時焦ってはいけない。このグレーの2枚も悪くないじゃないか。そんな時は Don't think feel。 今すぐ試着だ。24ゲージのニットポロ、クラシックでいいね。すかさず俺は同色のカーディガンを重ねてみる。グレーオングレー、こんなアンサンブルこそジョンスメドレーだ。これはたまらない。グレーオングレー、こっちが運命の出会いか。軽い気絶が俺を誘惑する。どうする俺。迷った時は一度店を出てクールダウンだ。俺の中で俺と俺とが迷い続ける。俺はネイビーのカーディガンだが、俺の中の兄貴はグレーのアンサンブルだという。その答えはきっとみゆき通りの風に吹かれているのかもしれない。俺を迷わせた試着の数々。